LED パーティーライト。どうも、大勢 TV の神武です。リモコンで7色に色がチェンジできるというね、夢のような電球が売っていたので迷わず購入いたしました。この LED 電球はフラッシュ、ストロボ、フェード、スムーズの4種類の点灯パターンがあります。それでは早速開けてみましょう。はい、こんな電球ですね。E26 ですね、これはね。かなりの熱が出るんでしょうか。この部分がね、放熱板になってますね。で、あとはリモコンがついています。この部分が結構かっこいいですね。で、リモコン、この26の口金を使っている照明器具はね、うち1箇所しかないんでね、とりあえずそれにつけてみましょう。はい、それではね、以前にね、フランフランで買ってきましたこの照明器具に取り付けてみましょう。これ結構バラすのがね、難しいですね。どっからバラすやんだろう。ここじゃないな、もうちょっと下の方ですね。これか、ここですね。じゃあ今の電球を、これをですね、これを抜きまして、あと、これを取り付けてみましょう。あれ、どうだった。見えますかね。ちょっと暗いかな。ちょっと電気落としましょう。はい、これでなんとか見えるようになりましたね。それではスイッチを押してみましょう。まず赤、緑、あ、緑結構見えやすいですね。で、青、青が見えてますか。で、白ですね。で、こんな感じですね。オレンジ、黄色、レモン色というふうにどんどん色を変えていくことができます。それでは次にこの4つのボタンを試してみましょう。まずはフラッシュ、どんどん色が変わってきますね。で、次はストロボ、で、次にフェード、次々色が変わってきますね。で、最後はスムース。スムースは、あれ、こんなんやったの。もっとこうね、ゆっくり色が変わっていくかなと思ったんですけど、もうちょっとね、色の変化がね、分かるかなと思ったんですけど、お値段がね、1900円プラス消費税ですからね、まあこんなもんじゃないでしょうか。はい、そんな感じで今回は LED パーティーライトでした。大勢 TV